こんにちは、ショーチャンネルの福ママです。このチャンネルでは自閉症の息子の幼児期から成人までの療育実践記録を発信していきます。今回は息子が小学校2年生になった1996年の6月から8月頃に描いた絵を紹介します。自閉症の息子の家庭療育の一つとして自由画の取り組みをしていました。自由画は絵の才能など必要なく誰でもできます。詳しいやり方は別の動画でお話ししています。下の説明欄にリンクを載せておきますので、よかったらご覧ください。では今回は2年生の1学期に描いた絵のうち5枚の絵を紹介します。この絵は1996年、多分6月か7月頃なんですけどに描いた絵です。小学校2年生の2学期ですね。でテーマはこれ怪獣です。ちょっとなんか殴り書き時代から物の形ができ始めたなっていう感じで、これ怪獣の頭、これ背中ですね。で足とか、で小学校2年生で描いた絵なんで、小学校2年生の絵にしてはちょっと幼稚ですけどね。まあこんな感じでした。これは1996年7月21日に描いた絵で、草引きです。多分市民大清掃とかそういった時に草引きに行った時の絵を描いたんだと思います。多分これが自分で、これが私かな、お母さんっていう感じで、草引きの絵を描きました。多分草引きして帰った日に、その日に描いた絵だと思います。なるべくこう自分が経験したことを書くようにテーマにして書いていました。であんまし、こう過去のことは思い出しにくいので、その日のこととか2、3日前はちょっとしんどいかなっていう感じで、できるだけその日とか直近で書いたことをテーマにして絵を描くようにしていました。これは1996年8月30日、小学校2年生の夏休みですねに描いた絵です。遊園地、木島後楽園だったっけな、行ったんですけど、家族で行ったんですけど、その時に乗ったポセイドンアドベンチャーっていう乗り物を描きました。これが乗り物で、こう水の中に突っ込んでいくような乗り物だったんですね。でなんとなく水しぶきが上がってっていう、その勢いっていうのかな、すごい勢いだったよって、多分怖がってたと思うんですけれども、すごい勢いだったよっていうのを絵に表現したんだと思います。1996年8月に描いた花火の絵です。花火大会の絵ではなくて、多分家の庭でした花火だと思うんですよね。でなんか喋りながら描いてて、これはコロコロロケット花火、ちょっと鉛筆で描き込んでるんですけど、これが白い花火、これが赤い花火、これはなんか爆弾花火って書いてあります。ここはなんかバブル花火ですかね。でこれはロケット花火。なんかそうやってね、コロコロ花火だと爆弾花火だとかね言いながら描いていたので、後で見て分からなくなるのでね、ちょこちょこっと鉛筆で描き込んだりしています。これは花火の絵です。これは1996年8月22日に描いた絵で、小学校2年生の夏休みですね。マリンワールドの絵だそうです。
分みんなあの家族で夏休みにここへ遊びに行ってその時の思い出の絵を描いてるんですね。あの多分その日には描けなくって多分帰ってきてから2、3日翌日ぐらいかな、そのぐらいに描いた絵です。でちょっとなんか過去のこと1日2日前のことも思い出して描けるようになった絵です。色使いがね明るくなりました。最後まで視聴してくださってありがとうございました。幼児期から成人するまでの自閉症の息子の療育実践記録を発信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。